最高の投票総数33万票のファンの思いを胸に、女子レーサー52選手が戦い続けたボートレース小島 G2 第3回レディースオールスター、ついにファイナルとなりました。第12レース優勝戦です。1号艇には寺田知恵、2号艇塩崎久香、3号艇中谷智子、4号艇遠藤恵美、5号艇田口節子、6号艇日高逸子、以上6選手の対戦12レース優勝戦です。1、2、3、4、5、6、枠番通りの並びとなります。もうここまで来たら逃げあるのみです。地元総大将1号艇寺田知恵、ゆっくりと1コースを伺っていきます。2コース、今季の好調さそのままに G2 初 V となるか、2号艇の塩崎久香、センター3コース、ここを勝ってこの後のクラシックに弾みをつけたい3号艇の中谷智子。4コース、昨年このタイトルのリベンジを果たす時がやってきました、4号艇遠藤に引っ張って角。5コース、地元2人目のファイナルメンバー、最後はさらに本気を出します、5号艇田口節子、サイアウト6コース、初日の原点を跳ね返してこのタイトル発売に挑戦、6号艇の日高逸子。進入スタイルはスローが3艇1フト3ダッシュ3艇4号艇オート系12秒進の回転。 G2 第3回レディースオールスター、インコースから1番2番3番ダッシュスタート、4番5番6番です。優勝戦12レース、今スタートしました。1コースがトップスタートは1号艇地元寺田知恵、一周の1マーク、陰線押し切れて1号艇寺田、3号艇中谷がまくっていく、刺すのは2号艇の塩崎ですが届きません、押し切った、先頭1号艇地元寺田知恵、2番手は5号艇2号艇変装、後方3艇は4号艇3号艇6号艇、優勝戦スタートは前提正常、トップ旋回は1号艇の寺田知恵、2番手4号艇の川で去った、5号艇の田口は握った、最初といった2号艇の塩崎行き場を失って切り込んでくるは3号艇の中谷が旋回ですが、先頭1号艇寺田の後方2番手はさあ誰だ、6号艇4号艇香川で去って絡まった、絡んでくるは3号艇の中谷で、レースは2周目と移ります。焦点は2番手3番手内に勝って4号艇の遠藤、6号艇の日高は切り込んで攻めるは5号艇の田口節子、まだ3艇絡まっておりますが、アドコースを取って5号艇の田口、3番手6号艇の日高、目下のところ1号6その後方4号艇遠藤、3号艇中谷、最後方2号艇塩崎、レースは2周目から旋回、先頭モックラッシュは1号艇寺田知恵、2番手は5号艇田口節子、3番手6号艇日高逸子、くるっと応戦4号艇の遠藤、4番手頂点計は1号6、レースはこれから3周目と移っていきます。先頭1号艇寺田知恵、昨年7月の西日本豪雨で大切な人や物を失い気持ちが沈んだ方々を元気づけようと勇気づけようと、今シーズンの成功誰よりも願って走り続けた1号艇寺田氏、一人のボートレーサーとして選手代表として、そして小島の桃太郎として、いろんな10月からこの瞬間ついに解放されます。 G2 2回目、通算66枚の V 目前、先頭1号艇寺田氏、平成最後のレディースオールスター小島での鬼退治、桃太郎伝説これにて完結、頂点計は1番5番4番で間もなくゴール、先頭1番寺田知恵優勝のゴール、2着5番の田口、3着4番の遠藤ゴール、6番日高ゴール、3番中谷ラスト2番の塩崎がゴール、なお2連単156未成 10.9倍、3連単154 37.3 倍です。以上小島第12レース優勝戦でした。第12レースの確定です。1着1番寺田知恵、2着5番田口節子、3着4番遠藤恵美、以上でございました。